今週のチャンネル A はボアの素顔に完全密着。デビューから5年、新作に込められたある思いとは。2001年に14歳で衝撃のデビューを飾って以来、その歌とダンスでシーンをリードし、オーディエンスを魅了し続けてきたアーティスト、ボア。2006年11月、ボアは20歳の誕生日を迎えた。すごくあっという間だなっていう感じはありますね。まあ、5年っていうのは短ければ短いと思えるけど、長く思えば長い時期だとは思いますが、歌う仕事をやっててすごく楽しいことだったり幸せなことはたくさんあったので、すごくあっという間でしたね。日本でデビューして5年、10代のボアの集大成ともいえる5枚目のアルバムが完成した。20歳を迎えたボア自身が名付けたタイトルが Made in 20。 ダンスフルな曲からしっとりとしたバラードまで、さまざまな楽曲が収められた1枚。ここはアルバムに収められたヒットシングル「七色の明日」の PV 撮影現場。はい、ボスあります。お願いします。撮影の合間、無邪気に遊ぶボア。このプロモーションビデオはダンスシーンはもちろん、バスケットボールやデッキブラシでのホッケーなど、いろいろな要素で構成されている。ダンスシーンでは再びアーティストの顔へ。こちらがその完成作品。そしてボアが今までで一番思い出深い撮影になったというのが、このキーオブハートの PV。 大変だったんですよ。砂の上でヒールで踊ったりするのは非常に体的には大変だったんですけど、今まで経験できてないことがたくさんできたので、いろいろ楽しめました。アメリカ・ロサンゼルス、標高1500メートルの高地でのダンスシーン。撮影はなんと6時間にも及んだ。踊れていいね。
バーティレンゲージですバーティレンゲージバーティレンゲージボディレングイージ。激しいダンスシーンにもかかわらず常に笑顔を絶やさないボア。すごい英語ペラペラそうに見れるでしょペラペラじゃん。いや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 。す、広いですね。撮影が終わり、スタッフとじゃれ合う姿は19歳の女の子のまま。これ面白い。どこの？え、私は青。黒。あたい黒。はい。おお。ボアはまるで親しい友人や家族たちのようにスタッフと接する。ボールの感覚がないって。おい、できた。今すぐ アメリカロケでは普段見せないボアの素顔に会うことができた。私はいつ大人になるんだろう。なんてですか、大人にならないよね、なかなかね。そうですよ、まあ、でも今度20歳だからしね、だけど性格は昔の方がおとなしかったかも。でも私はそういう自分がいいなと思ってますね。なんか、まあ、ステージの上ではやっぱりこう歌う人としてのこう完璧臭はあるんですけど、普段の人間としての私はすごくラフでマイペースですごく子供っぽいですよ。っていうか子供だと思いますけどね。この後もボアの素顔に完全密着、貴重な映像が満載。年が明けて2007年1月17日ニューアルバムメイドイン20リリースの日、ボアは埼玉の FM 局 NAC5 にいた。どうもご無沙汰です。お願いします。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。スナックオンタン、お相手は私土屋千代と佐賀美代子です。お待たせしました、本日のお客様ボアちゃん。ボア、今回アルバムを作るにあたって、アルバムのプロモーションを兼ねてラジオ番組に出演する。素直な自分を表現しようと思いまして、あとはすごく通して聴いて聴きやすいバランスいいアルバムにしたいなと思いましたね。FM 横浜の公開収録、日本語を話すようになってからまだ5年しか経っていないのにもかかわらず、冗談を交えてのトークが弾む。歌に対してはそんなに難しくはないんですよね。こう歌詞を自分で理解して、そういう理解した気持ちをそのまま伝えればそれがすごくいい歌になったりとかするんですけど、逆にこう会話の中で、特に MC の中では細かいところまではやっぱりこう外国人の壁っていうか、こう分からないところがたくさんあるんで、そういうところがもっと難しいですね、歌よりは。アーティストボアをひときわ輝かせてきたのはダンス。しかし20歳を迎え、アーティストとしてさらなるステップアップをするため、昨年行われたボアザライブではダンスを封印した。
踊らずに歌だけでステージを埋めるということは非常に難しいことなんですけど、それを乗り越えなきゃ20代になってもみんなが期待してくれる音楽を自分が自信を持って伝えられるのかが結構心配だったんですけど、でもボアザライブっていうライブが予想以上にすごく皆さんからの反応も良くて、で自分自身もすごく歌に集中できて、これから先のこともすごく楽しみになるライブだったと思うんですね。ボアザライブを、全国ツアーを回りながら一つすごく感じたことがありまして、私のことをこんだけいろんな皆さんが自分のことを待ってくれてて自分の歌を聴いてくれてるんだなと思いまして、なんかこう本当に歌ってる自分がもうすごい嬉しくて、でこんだけ幸せな人はいないんだなと思って、そういうのを本当に今回のツアーで実感しました。本当にありがとうございます。あなたが好きで会いたくて、キスが正直自分も この先どう自分が変わっていくのかが、まあ、楽しみなんですけど、でもデビュー当時から変わってない気持ちはやっぱりこう自分の歌でいろんな皆さんが楽しんでくれたら一番それが嬉しいなと思ったんですけど、やっぱりボアの歌を聴くと楽しいプラス元気をもらうんだよねって言われるように、あとはみんなの心に残るようなそういう素敵な歌をずっと届けていきたいなっていうのがこう夢ですね、はい、あなたが好きで会いたくて、キスがアーティストボア、14歳の時日本でデビューを果たし、以後シーンのトップを走り続けてきた。昨年二十歳を迎え、そのパフォーマンス、表現力にさらなる磨きをかけ、より多くの人々を魅了することのできるアーティストへと変貌を遂げつつある。